観光船カズワンの沈没事故では乗客乗員20人が死亡し、今も6人の行方が分かっていません。国の運輸安全委員会は今日、本文だけで180ページ以上となる異例の長さの最終報告書を公表。不具合のあったハッチの蓋が船の揺れで開いて浸水が拡大したことが直接的な沈没理由としました。これは新たに公開されたハッチの写真です。南京錠を通す穴がおよそ2センチずれ、事故の前に撮影された4月15日の時点で蓋が浮いている状態だったことがわかります。この度はお騒がせしまして大変申し訳ございませんでした。さらに安全を管理する立場だった知床遊覧船の桂田精一社長は、知識も経験もなかったと指摘して、運航管理や安全管理体制が欠如していたことが事故発生に重大な影響を与えたと結論付けました。また事故直前に検査を行ったものの不具合を見つけられなかった JCI 日本小型船舶検査機構や、安全管理体制の不備を改善できなかった北海道運輸局にも触れ、国側の船体検査監査の実効性に問題があったことも事故の一因としました。斉藤鉄夫国交大臣は公表を受け、国の責任について言及、再発防止の徹底を指示しました。事業者の安全意識の欠如やその実情をはっきり把握できなかった、そのことにより今回の事故が発生したことは痛恨の極みです。福岡県久留米市の小柳道夫さん、知床に旅行で訪れ、今も行方不明となっています。小柳さんの父は、出航判断の誤り、操船の誤り、判断の誤りでこういうふうになったと、もうすべての面で今回出たからですね、家族側としても安心しましたです。行政にしろ遊覧船会社にしろ、やっぱり責任を持ってちゃんとやってもらって、当たり前のことをみんなが当たり前にやっとけば、責任持ってやっとけば、今回みたいな事故は起きてないからですね。一方、報告書について桂田社長は、社長、最終報告書出ましたけど。問いかけには何も答えず車で走り去りました。専門家は、会社の管理体制とか安全管理体制とか、そういうことも言及して、もうさらには国の一部である部分の問題点もなかったかというようなところにも言及していて、かなり踏み込んだ内容になっているというところが評価されると思います。今後の捜査の可能性についてはこう指摘します。今回これが出たところで、おそらく海上保安庁も、もし立件できるようなふうな判断をされていれば、送検ということになります。事故をめぐり、第一管区海上保安本部は業務上過失致死容疑で捜査を進めています。事故から1年4ヶ月余り、最終報告書がまとまったことで、今後は桂田社長の刑事責任をどこまで問えるのかが焦点になります。